1987年、落合陽一さん誕生。幼少期、各曜日ごとに家庭教師がつく。1994年、麻布小学校入学。小学3年時、祖父にプレゼンして、パソコンを手に入れる。2000年、六本木中学校入学。中学時代、ギターを分解する。同時期、模試の理科で、偏差値99を出す。2003年、開成高校入学。高校時代、青春18切符で全県を回る。2006年、浪人生活開始。2007年、筑波大学情報学群入学。2010年、IPA 天才プログラマー認定。2011年、東京大学大学院学際情報学部入学。同年10月、トップ普通。2012年、火事で実家が半焼。2013年、同大学院博士課程進学。2014年、ピクシーダスト研究発表。2015年、ピクシーダストテクノロジーズ代表取締役。同年11月、魔法の世紀を初出版。2016年、カナヘイとコラボ。2017年、息子さん誕生。同年7月、ウィークリー落合開始。2018年、娘さん誕生。同月、日本最高戦略出版。2019年、耳で聞かない音楽会ボリューム3。2020年、大阪、関西万博プロデューサー就任。2021年、妻さんと朝ごはん。同年9月、高市早苗と会談。以上が、落合陽一の人生史です。次回動画は、新総裁のあの人を予定してます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。